はい、皆さんこんにちは。絵本作家の星名拓夫です。さあ今回もですね、絵本作家星名拓夫の全国ツアーの模様をご報告していこうと思っております。今回やってきましたのは愛知県の蒲郡市でございます。ボートレース蒲郡さんで開催されるイベントに参加をするためにやってまいりました。しかし今回はですね、こちらに伺う前にですね、東海イベントツアーを開催しておりまして、静岡県の浜松、それから三重県の四日市、そして同じこちらの愛知県の名古屋市の方でもイベントを開催させていただいて、最終やってまいりましたのがこちらの蒲郡市でございます。いやちょっと疲れもね溜まってきてるところではあったんですけれども、最後も元気いっぱいイベントを開催したいなと思ってやってまいりました。今回伺ったこちらのボートレース蒲郡さんも、ナイトレースが中心ということで、まだ僕が伺った時にはですね、こんな風に、人もスタッフの人たちだけでね、まだまだお客さんたちが入るまでに少し時間があったので、これから盛り上がってく、る前の、一つ静かな形で、イベントの準備をさせて、いただいておりました。もう開演されるや否やあっという間にこんな風にたくさんの人が集まって、おりました。観戦席もねあっという間に埋まりまして、外のこちらのスペースもですね、今回もこんな風にいろいろなね、キッチンカーなんかも出たりしていたので、お客さんたちもね、楽しそうでございました。イベントの方もですね、本当に、たくさんの人に、集まっていただいて、今回も大盛り上がりでしたね。今回もこちらていちゃんのエコフェスタ、僕がですねイベントをさせていただくのはこんな形のスペースになっております。ちょっとねなんか横長で少しやりにくいかななんてことを最初思ってたんですけれども、いつものようにバルーンアートでまずはですねお客さんたちに集まっていただきまして、このイベントに向けて作ったオリジナルの紙芝居を、何度もたくさんの人たちにね、ご披露させていただきました。今回も2日間で、計4ステージ。本当にね、ちっちゃい赤ちゃんから子供さんからお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、たくさんの人に集まっていただきまして本当に楽しかったです。こんな風にね記念写真もちょっと撮ったりなんかして、今回はですね芸能人のゲストの方も多かったということで、本当に2日間たくさんの人が集まって、来ていた大盛り上がりのボートレース蒲郡でございました。さあ絵本作家星名拓夫はですね、次回福井県の三国へ行きます。絵本作家星名拓夫でした。